バリサン TV。 バリサン TV。 どうするの？この動画から先に上がったら。それは考えてよマジで。この動画から先に上がったらもう大変なことになる。わけわかんないよね。急にどうしたんだ、あのワイルドになっちゃったなって。もうやっぱスギちゃん、ね、引きずっちゃうよねこれね。なんかでもこういうさ、なんかいそうじゃない？一周してこういう格好してるバンドの人とかいそうじゃない？あ、いそうだね、うん。確かにもうちょっとね。ちょっとバンドマンだったらかっこいいよ。うん。わけわかんない。刺繍屋だから。刺繍屋だし、ね。もう何も入ってないしさ。うん、いやこれでタトゥーとか入ってたらかっこいいかもね。入ってない方がいいのかね、あの頃のロックっぽい。なんかもちもちしてる感じが。入ってるとやっぱりちょっとさ、うん、おしゃれなやつがわざとそういう格好してる。だから吉屋さんみたいなさ。ね、かっこいい感じね。80年代のパンクスみたいになっちゃうけど、うん、やっぱこういうちょっともちもちしてる感じの腕の方がモトリークルーとかああいう時代っぽくていい。いい、うん、ありがとう。なんか嬉しくはないけど。なんでつにとりあえずこの動画から先あげよう。やだよ、わかんねえだろ。はい、というわけで、はい、うん、私今日はですね、ちょっとカツオさん、はい、すいませんカツオさん、はい、こちらですね、絶対皆さんが通ったであろうね、 H ジャングル with T ですね。いいですよ。もちろんね、通りましたよ。うん、これいつなんだ？もう90年代だね、確実に。90年代だね、うん。これ7インチ、うん、いくらと思いますか？新品ね、新品。多分どれ、その復刻ですけど、ね。あ、だったら3000円ぐらい。3800円ぐらいでした。高くね。まあね。まあ、ね、買ってんだけどね。うん、こんなん見つけたら買っちゃうじゃん、俺ら世代。まあね、うん、もう超聞いたもんね。聞いた。これさ、浜ちゃん、浜ちゃんと言っちゃった。浜田さんがさ、うん、初めてでしょ、だから徹夜 TK と一緒にやってるのが。そうだね。これさ、最初聞いた時どう思った？俺ね、勇気んちで聞いたのよ、うん、あのハードコアとパンクが充満してる家で、勇気がやっぱこう流行りもんだから買ってきて、うん、聞いた時にみんななんかもう黙ってこうやって5分ぐらい聞いててさ、うん、ほんで分かる、あのもうパンクとかハードコアしか聞いてないやつらが、うん、誰かがなまず何を言うか。そう、それね、重要だよね。で勇気が言った、うん、よくねっつって、よくねっつって、あ、いいって言っていいんだっつって、うん、いやなんかいいねっつって、みんな分かる、ちょっともう一回聞こうぜっつって、その日は一日こればっか聞いてた。めちゃめちゃいいもんね、しかもね、めちゃめちゃいいんだよね、うん、なんか哀愁のあるさ、うん、歌詞でさ、で流れる、声もマッチしてるね、そう、流れる景色を見ているとかさ、うん、なんかこうこの時の俺らの歌なんじゃないかって勝手に思ってたよ。あー、でもそうなんじゃない、そうなのかな、やっぱ時には起こせよムーブメントってことはやっぱその時代の歌なのかな。うん、なんじゃない、やっぱそうか。 B 面何入ってると思う？分かんない。 B 面になったらそもそも2曲なんか出してないもんね、カラオケバージョン。あ、すごいね、全然ボケないね。これ多分芸人としては大喜利になってるよ、ね、大喜利になってたね、うん、ボケなきゃいけない。全然ボケないね、カラオケバージョン。当たりだね。当たり。全然ボケないですよね。ウォー・トゥ・ナイトの後にさ、うん、なんとかなんとかってサブタイトルの話してる？覚えてる。 ある、わかる、あと、うん、いいよ、クイズ。あ、クイズでしょ、うん、クイズだもんね。クイズ、時には起こせよムーブ。全然ボケないね。すごいね、時には起こせよムーブ。すごいね、もうちょっとやっぱり刺繍屋やだけあるね、うん、やっぱもう芸人の前に、うん、頭いっぱい。そう、珍しいよね、こう芸人が刺繍屋とかあるじゃん、うん、芸人の前に刺繍屋が、刺繍屋がもう全部行ってるから活動として忘れてるでしょ、その芸人であることを時々。時、まあでも24時間中に18時、まあ起きてる時は刺繍屋だから、ね、そもそもよくよく考えたら、しょうがないよね、うんうん、今日も刺繍やってきてます、ね、2ヶ月に1回ゲームで芸人になる。そう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 、あと事務所のライブの時だ、ね、あ、事務所ライブもやってる、やってる、月1で。そうなんだ、うん、じゃあ3回だ。3回、2ヶ月で3回。そうね、うん、あなたこう浜田さんの、浜田さんじゃ TK サウンドって何が好きでした？でも、
言ってもね、俺やっぱ TRF かもしんない。おお、あめっちゃ聞いた。俺あのユッキさんだっけ、うん、あの人ベガルタ仙台サポね。あそうなんだ。そうなんです。 あの人がすげえ綺麗で好きだったかもしれない。あそう、うん、なんか誰に聞いたんだっけ、噂よ噂、うん、これただの噂ね、うん、ユキさんがあんまり歌がうまくなかったのってデビューした時、うん、でもう音とか結構変えてたのって、うん、それ CD とかも、ね、あミュージックステーションが始まってしまってみんな生歌じゃない、はい、一生懸命、レッスンに通ったって言ってたよっていう噂ね。分かんない、俺も本当かどうか。でも下手じゃないような気がするけどね全然。いやだからそれか一生懸命通ったんじゃない。やっぱあのノリノリのさ、うん、感じがやっぱ一番ノリノリじゃん TRF って。そう、瞳とかもノリノリじゃない。あーラブでしょ。ニャンニャンニャンの でもノリノリだったらやっぱ TRF じゃない。そうもうこうなるよな。まあね、そうか、こういう感じか。あやっぱそうか、耳に残るっていうか。何TK、うん、俺ともちゃんかもしれない。あーアイプラウド。あ、俺ね、アイプラウドじゃないの。ギミ、ギミ、ギミ。それはマックスじゃない。ギミ、ギミシェイク。マックス、そもそも TK じゃないのね。TK じゃないじゃない。アムロちゃんも TK だよ。そうね。からね。あとグローブね。あ、グローブ。だ年取ってきていいなと思ったのはグローブかもしれない。あ、そう。俺、あ、でも、ともちゃん、ともちゃんのファーストが好きやったの。あファーストがすごい良くて、そっからは追っかけなくなっちゃったけど、ファーストめちゃめちゃ聴いてた。アムロちゃんはだからバディフィールエグジットからでしょ。ああそうね、 TK が、うん、で途中でさほら、うん、ドントワナクライとかさ、うん、ああいう感じになったじゃない。そうね、うん、ああいうちょっとメローな感じ。そうアムロちゃんはね、なんだ TK 外れてからのが好きなの。ああ確かにね、いいかもね、うん、なんかねかっこいいんだよ。ライブ行ったことある？アムロちゃんある。一言も喋んないよ、あの人。びっくりするんだよ、一言も喋んない。ずーっと踊って歌ってるでしょ。でも、ね、もうさ、熱狂的だよね、ファンもね。すごい。すごかったな、俺も見に行って。知ってる？アムロちゃんが一回、あの、アムロちゃんだけの、あの、会員のブログで、自分の声、ピンクの鉢巻きつけて、ユッティってやってくれる。なんで、なんで、なんで。わかんない。わかんないけど。昔よ。相当昔。すごいじゃん。俺がアムロちゃん好きだって番組でちょっと話した時に、うん、アムロちゃんのファンの方が、うん、あの会員限定のブログでやってますよみたいな教えてくれて、でも会員じゃないと見れなかったよね。写真は見れたの、ね、写真、いや見れてない。写真も見れてないんだ。あでもね送ってくれたの、分かんない、うん、なんかで見た可能性がある。あでも一世風靡したよね。そうなんかさあれやったじゃん、このん何 We are the world みたいなさ、あった。それ浜田さん歌ってたっけ。歌ってた歌ってた。あそう、あれをもう痺れたね。あんだけスーパースターが。なんて曲だっけ、だっけね、You are the one じゃん。You are the one だよ、似てたね。そう、だから You are the one、なんかベルファーレかなんか歌ってるんですよ。あれ、時代感じるね。あれ歌ってると思うよ、浜田さんも。うん。いや、なんかとにかく俺はこの曲、今でも聴くもん。聴くね。でさ、時々さ、DJ でかけたりする人に、ちょっと四つ打ちの DJ の人とかさ。わかるわかる。めちゃめちゃ、知ってるのかな、若い人ってさ、浜田さんが。浜田さんが H ジャングル with T だってことを、 H ジャングル with T が浜田さんだってことを知ってんのか。 H ジャングル with T を知らない。浜田さんが袖が長いシャツでこうやって踊ってたってことを知ってるのか。だらだこうね。そうそうそう。どうなんだろうね、若い子も知らないかもね。でなんかジャングルっていうさ、なんかジャンルを持ってきたとか言ってさ、うん、ね、そうそうそう、 TK がね、うん、それで H ジャングル with T なんだね。だからジャングル with T なんだ。そうそうそう、だからすごいよね。だから TK はあの頃ほんとすごかったよね、うん、本当だよね、うん、いやーこれ時代だわ。買っちゃうでしょ。なんだったら買っちゃう。俺はもうこれ即買いしちゃったの。3800円とかになってても、はあ、7インチだね。これ12インチだったらまあそりゃ欲しいなと思う。なんだろうな、90年代の J-POP だからプレシャスメモリーズとか、あ、グローブね、あー買っちゃうかもしれない。プレシャスメモリーズってあれシングルじゃない。あれシングルじゃない。あれアルバムの一曲ですよ。シングルはデパーチャーとかな。ディパーチャー、そうですね。デじゃないの、ディナー。わかんない。ディパーチャーってだって出発っていうんでしょ、うん、ディパーチャー、うん、ディパーチャー。うわ、でもなんだろうな、その辺だと90年代だといいよ。だって TK になっちゃうよ。ああ、なっちゃうかも。
マックスじゃない。走れ正直者じゃない。走れ正直者じゃない。最初の悲劇の。いや、走れ正直者じゃない。じゃない。ないよ。まあ、チームアルフちゃんの主題歌だね。ない、そう。あれではないね。本当？違う。何か他だったら。いや、これ、これいいかい？うん。なんだろう。シングルってことは何？そうだね。あ、ラララララブソングとか買っちゃうかもしれない。あ、そっち系ね。ラララララブソング買っちゃうな、7インチだったら。あの中西さんの最後の、ね、最後の雨、雨、あれが買っちゃうかもしれない。あの曲もいいから、あれもいい曲だよね。まあ、というわけで、まあ、で皆さん聞いてみてください。聞いてみてというかもう有名だからね、うんうん、どうぞ皆さんまた聞いてみましょう、はい、というわけで登録いいねよろしくお願いします。さよなら。